どうも高田桃です。今日は高田桃のお出かけコーデを紹介します。というわけで最初はですね、何しよう、じゃあこれにします。はい、この洋服はいつもの高田とは違うちょっと大人っぽい高田なんですけど、アクセサリー欲しいよね。わかる。リボン集めるのが好きだから、これたくさんリボンがあるんですけど、リボンじゃないよリボンの話したのにリボンじゃないんですけど、このキラキラしてるやつ、なんか最近つけてるネイルがこういうのだからちょっと似合う、この服に。こんな感じです。なんかこれはいつもと違ったちょっと大人な感じのところにお出かけしたいなって、まあ来年20歳なんでね、思います。皆さん、なんかおしゃれな大人の街に高田を連れて行ってください。これをもう着ていくんで、次行きましょう。はい、次はこれにね、これで、これで、はい、はいはいはい、じゃーん、高田桃の一緒に動物園に行こうコーデです。これはですね、なんかまあ結構桃って普段キラキラふわふわした服がちょっと多いと思うんですよ。でもちょっとシンプルめでモノトーンな感じの服装にして、こう楽しめる、もう服なんて気にせずにわーわー楽しめるような服だなって思って、一緒に動物園に行こうコーデにしました。どうですか、こんな感じ。こんな感じです。じゃあ次に行きましょう。これ見て、これモモが大好きなザラのお洋服なんですけど、ド上下可愛くない？やっぱりショッピングとか行く時って自分を強くモモは見せたいから、すごい格好つけていくの。これが多分そうだなって思って、これはお友達とショッピングに行くコーデです。みんなこれ着てモモと一緒にお買い物行こうね。はい、この服はモモと一緒に表参道のおしゃれなカフェに行こうコーデです。こんな感じ。リボンがここにこう3個もついてるんですよ。そこがモモのポイントです。あとは普段こういう帽子が似合わないんであんまり被らないんですけど、やっぱりおしゃれなカフェに行くってなったらモモも帽子被るって感じで被りました。次に行きましょう。次、このコーデは私をコレアコレアコリアンコリア私をコリアンに連れてってコーデです。一緒に新大久保デートしましょうっていう話です。ちょっとここにね、可愛いのもつけちゃって、あ、これ知ってますか皆さん、このリボン、これなんと萩田ココから誕生日プレゼントにもらったリボンです。拍手。あっちにあるピンクのリボンも、そうココちゃんからね、最近ももリボン集めるのにハマってるんでしょって言われてくれたの。すごい嬉しくてね、これ結構つけてるんですよね最近。そういうコーデです。あ、じゃあ新大久保にはココちゃんと行ってきます。そうしよう。このコーデは、どこ行く？このコーデはですね、なんか秋っていうテーマだったんですけど、桃的にはちょっと早めのイルミネーションかなって思って、なんでこれはちょっとイルミネーションを意識しました。
ですか。これはね、ピンクもあったので、あのさっきもディズニーに行くときに友達と双子コーデしたんだって言ったんだけど、あのなんかモモはこっちの色を選んだからね、ちょっと白いベレー帽に靴も白で、ちょっとなんか雪だるまみたいな感じにしてみました。モモがお気に入りのハーネスベルトもつけていい感じです。次、はい、この服はお城に行こう、あ、違うな、お城に行こうです。どうですか、お城感あります。リボンをつけちゃって、このリボンはもうあのマノン東京っていう大好きなブランドがあるんですけど、そこのアクセサリーです。で、多分前からモモのことを知ってくださっている人からすれば、あ、これはモモが大好きな網焼きブーツだってなると思うんですけど、そうです、バブルスの網焼きブーツなんですけど、もうこれ買った時に可愛すぎて、ほぼ去年の冬は前じゃな、今年の初めはこれを毎日履いてました。なのでそのお気に入りの靴を履いてお城に行こう。コーデです。というわけで高田桃のお出かけコーデ、皆さんどうでしたか。高田桃と一緒にお出かけしたいなって思った方は高評価、高田桃の服いいな真似したいって思った方も高評価、よろしくお願いします。以上高田桃でした。かしこ、バイバイ。いっぱい着替えて疲れました。